キックオフの時間が迫り、サポーターが大歓声で声援を始めています。素晴らしい試合になりそうですね。 EATV でご覧ください。セルタがマンチェスターシティと対戦します。スタジアムはすでに大歓声に包まれています。エスタディオアバンカバライドスへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ待ちに待ったこの試合、セルタでビーゴがマンチェスターシティと戦います。こういう組み合わせを待っていました。素晴らしい試合を期待しています。こちらがセルタでビーゴの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。ゴールキーパーはエデルソン・モライス、ルベン・ディアスとアカンジがセンターバックに、ベルナルドとギュンドアンが中盤の真ん中、そしてトップはハーランドです。マンチェスターシティはイングランドの北西部マンチェスターのチームです。同じ町にはマンチェスターユナイテッドもありますね。ええ、お互いに意識しているのが伝わってきます。前半キックオフです。サイドを上がっていく。ここにスペースがあります。コーナーキックになりました。イアゴ・アスパスの蹴ったボールが中央へ。ここは一旦クリアしました。キーパーが難なくセーブしています。グバルディオール、コバチッチ、イルカイ・ギュンドアン、アーリン・ブラウト・ハーレン、入ってきたぞ。決まった。試合の序盤に先制ゴールです。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。1点を追うセルタでビーゴのキックオフです。このまま終わるつもりはないでしょう。イアゴ・アスタス、どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。危ないところにボールを運ばれましたが奪い返しています。イルカイ・ギュンドアン、
リコ・ルイス、ベルナルド・シューバ、イルカイ・ギュンドアン、マテオ・コバチッチ、見事なスルーパス、ハーランド、ギュンドアンへ、コバチッチ狙ってきた、シュートのコースを読んでいましたね。得意の形に持ち込みつつありますマンチェスター・シティ、ベルナルド・シューバー、ギュンドアンが持ちます、いいところに出た、止めた、ボールが転がる、引いて守りを固めています、相手の裏を狙うロングパス、いい攻めを見せていましたがここで断ち切られました。マンチェスター・シティのフリーキックでゲームが再開されます。グバルディオール、ギュンドアン、ここからどうするのか、ハーランド、素晴らしいセーブでピンチを逃れました。先ほどのタックルの痛みがまだありそうですね。ベルトラン、イアゴ・アスパス、アスパス、フラン・ベルトラン、このシュートはブロックされました。セルタ・デ・ビーゴのコーナーキックになりました。同点に追いつくチャンスです。短くパス、このシュートは大きく外れました。力が入りすぎたんでしょうか。もう少しコースを狙わないと、パワーがあっても意味がありません。サビオ、ここはサポートがあります。ハーランド、ベルナルド・シューバー、ハーランドに絶好のチャンス、狙ってきた、見事なブロックです。またまたブロック、体に当てます。先ほどのタックルでどうやら怪我をしたようですね。イアゴ・アスパス、イグレシアス、イアゴ・アスパス、危険なエリアでしたがインターセプトしました。危険なエリアです。マンチェスター・シティのチャンスになりますか。空いているスペースが見えたか。絶好のチャンスを逃してしまいました。点差は1点リードのまま。ここで相手を突き放しておきたかったでしょうね。確実に決めておきたい場面でした。これは先ほどの怪我の影響でしょうか。イアゴ・アスパス、ボルハ・イグレシアス、ボールは中の選手へ、いいボールでしたがここはクリア。アーリン・ブラウト・ハーランド、サビオ、ハーランド、
ベルナルド・シューバー、これはナイスカット、チームを救いました。イアゴ・アスパス、中にいる味方に渡ります。ボールをクリアしたものの相手に渡りそうです。マンチェスター・シティのフリーキックになります。前半が終了いたしました。さて福西さん、この選手はここまで精力的に動いていましたよね。かなり調子が良さそうです。試合をリードするゴールは見事でしたね。あれを決めたことがチームが前半の主導権を握るきっかけになったと思います。再びキックオフです。前半はマンチェスターシティが1点リードしました。どんな後半になるんでしょうか。ベルナルド・シューバ、ギュンドアン、ボールを取られません。強いですね。際どいタックルでしたがノーファール。プレーは止まりません。少し無理をしたようにも見えましたが、しっかりボールに行っていますからね。いいディフェンスです。ベルトラン、タックルでプレーを切りました。スローインです。タッチを割ってスローイン、チャンスになるか。ハーランド、ギュンドアンが持ちます。決まるか。これは大きく外しました。簡単なシュートに見えましたがどうしたんでしょうか。正確に蹴れば入るタイミングだったと思いますが、意識しすぎたのかもしれません。スローインが与えられます。マンチェスターシティがボールを持ってからもう10分以上経ちました。これだけチャンスを作り出せていると追加点を挙げる可能性が高いでしょうね。相手はまずこの流れを断ち切らないと反撃は難しいでしょう。クロスが入りました。狙いは良かったんですがキーパーに阻まれました。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。フランコ・セルビー、タックルが決まりました。ボールはタッチラインを割ってスローインです。ここでマンチェスター・シティが選手を交代します。危険な位置です。緊張感が増してきます。入れば同点ですがキーパーが対応、ピンチをしのいだ。ギュンドアン、相手のゴールキーパーがここぞという場面で最高の仕事をしましたね。もう同点にするチャンスは巡ってこないかもしれません。さあしっかり守ったのでここから反撃でしょうか。ギュンドアン、マンチェスターシティのコーナーキックです。相手を突き放すチャンスが巡ってきました。マンチェスターシティの選手交代です。
フォーデン中を狙ってきた。このヘディングはキーパーが止めました。非常に安定感がありますね。バンバ、バンバ、フランコ・セルビー、これはミスでしょうか。ボールを外に出してしまいました。中で待つ味方に通してきました。このクロスは相手にカットされました。ハーランド、ルイス、リコ・ルイス、ギュンドアン、引いて守りを固めています。ジョン・ストーンズ、グリーリッシュ、マンチェスター・シティパスをつなげない。ジョナタン・バンバ、バンバ、中には入れさせない。相手のフリーキックから再開です。ペナルティーエリアに入れてきた。キーパーがパンチングでセーブします。カウンターアタックに入るか。ジャック・グリーリッシュ、味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。残り時間は15分です。ベルナルド・シューバ、ストーンズ、ここでパスをカット。相手の攻撃を断ち切ります。ヤゴ・アスパスのドリブル、フラン・ベルトラン、かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。カウンターを狙います。上がっていけるか。グリーリッシュ、ギュンドアンが持ちます。このシュートは枠の外、威力はあったもののわずかに外れました。どうやら交代があるようですね。これは先ほどの怪我の影響でしょうか。残り時間は5分です。フラン・ベルトラン、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。この時間は両チームともに中盤でボールをロストする場面。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。このコーナーを追加点に結びつけられれば試合はほぼ決まります。ボールを入れました。入った。ゴール。ここで追加点。試合終盤にリードを2点に広げました。
リプレイが出ます。このコーナーは用意してきた形でしょう。最後はこのヘディング、ちょうど頭の高さに来たボールにうまく合わせました。ジョナタン・バンバ、レフェリーはアディショナルタイムを3分と宣言しました。フランコ・セルビー、フラン・ベルトラン、ディフェンスがうまく対応。アーリン・ブラウト・ハーランド、ベルナルド・シューバー。試合終了のホイッスル。この一戦はホームチームの敗北という結果に終わりました。相手のペースで試合が運ぶ時間帯が多かったので2点差も仕方ないでしょう。チーム全体で守備の意識を改善する必要がありそうです。さて福西さん、この選手は期待にたがわぬ活躍を見せてくれましたね。素晴らしい決定力でした。頼りになる選手ですね。